皆様おはようございます。5月20日土曜日です。本日は電気自動車の日です。1917年に日本電池株式会社が創業され、同社の創業者の一人2代目島津源三氏がアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入。そのデトロイト号を日本電池株式会社の更新会社の株式会社 GS 湯浅コーポレーションが約90年ぶりに復活させたのが2009年5月20日だったことから制定されました。近年地球温暖化や原油高騰の影響により電気自動車への意識が高まり、環境への負荷が少ない抵抗会社はエコカーとの呼ばれ、減税などの優遇措置が取られています。それでは皆様、今日も一日笑顔で楽しく過ごせますように。